って。な、ん、じゃ、こりゃいってこれって埴輪ですね。あら、失礼いたしました。いささか強引なお招きとなりました。ご無礼をお許しください。うわぁ、すげえ美人。見とれてる場合じゃないって。腕掴んできたの多分この人だよ。誰？君の知ってる人？友人？どういう友人？謎すぎんだろお前の人生。ご挨拶が遅れました。皆様には初めてお目にかかります。マーガレットと申します。私はこの方の旅を手助けする者。皆様方に害をなすことはありません。ありません。だってそんな信じていいの？そうなんだ。覚えておいででしょうか。あなたとのお約束を果たしに参りました。はい、居場所へご案内するよう承りました。準備にお時間をいただきましたことをお詫び申し上げます。ここはうつろの森、人の心の世界であるテレビの中に、あの子が作り上げた閉ざされた領域。私どもの元を去ってから、マリーはずっとこの場所に閉じこもっているようです。私もすべては存じません。ご存知のように、あの子は失われた自分の記憶を欲しておりました。そして、あなたと心を通わせた結果、あの子はついにそれを取り戻した。ですがその記憶はあの子が望んだようなものではなかったようでございます。ちょっと待ってくれ。さっきから一体何の話してんだよ。マリーってあのマリーちゃんか？お前と一緒にいた。私も覚えてる。帽子かぶっておしゃれな感じの子だよね。彼女がここにいるってどういうこと？今記憶がどうとかって。マリちゃん、記憶喪失だった。クマか。ここテレビの中だよね。行方不明の人がテレビの中にって、それまさか。だって事件は私たちが。いいえ、そうではないようです。おそらくマリーの失踪は皆様方の追っていた誘拐事件とは関係ないかと。あの子は誰かに連れ去られたのではなく、自らこの場所に閉じこもっているようです。自分からテレビの中に。ということはマリーさんもペルソナ能力を？いいえ、マリーはもともとこちら側の住人なのです。お前はどういう子を連れ歩いてたわけ？ねえ待って、ここってテレビの中なんだよね。だったらシャドウだっているんじゃ。マジかよ。ってことは、リーダーの言う通りですね。もし彼女がシャドウに襲われたら。危険がないとは申せません。ですがそれは皆様方も同じこと。この先へ進みマリーを探すおつもりなら
相応の覚悟をしていただかなくてはなりません。この先の道のりは厳しく、あなた一人ではあの子のもとへたどり着くこともままならないでしょう。あなたがあの子との再会をお望みなら、それを手助けするのが私の役目。そのためにこれまであなたと旅を共にしてきた皆様方をこの場に招かせていただきました。なるほど。なぜリーダーだけでなく僕らまで引き込んだのか疑問に思ってましたが、やっとわかりました。すべて知った上でそれでも行くなら止めないと。さようでございます。もう一つ、まあ深く追求する気はありませんが、あなたもマリーさんと同じくこちら側の存在ということですか？人々の心の中にはシャドウだけが住むのではないということです。先日の戦いにおいて皆様方もご覧になったかと。それ生ためや足立さんの時に出た奴らってこと？確かにシャドウとはちょい感じ違ったけど。どのようにご理解いただいても構いません。何を見て何を信じるかは全て皆様次第。皆様方ご自身で答えを出されること、そうしてここまで進んでこられたことを私も存じております。それともう一つ、先ほど申し上げましたように、このうつろの森は本来閉ざされた領域です。今はまだ完全ではありませんが、ここが閉ざされるのも時間の問題かと。それつまりいつまでもここに出入りできるわけじゃないってことか？さようでございます。このうつろの森が完全な姿となるまでどうやらあまり時間がございません。それを過ぎますとこの場所は閉ざされ、二度とここを訪れることはできません。そうなればマリーの存在は皆様方の記憶から完全に消えてしまうでしょう。記憶が消える？おい、どういう意味だそりゃ。俺らの中から一人でに記憶が消えちまうっつうことかよ。お察しいたしますが、その可能性は極めて低いかと。この森が閉じることはマリーが存在した事実そのものが消えるということです。マリーに関わる一切の記憶は消え、皆様方は平和な日常生活へお戻りになるでしょう。そんなわけわかんないよ。私は約束を果たしに参上したにすぎません。どうなさるかは皆様方のお気持ち次第です。先ほど通った山小屋のテレビ、あの場所をこの世界とおつなぎしました。あの場所からのみこちらへおいでいただけます。のみって、ジュネスのテレビからは来られないの？さようでございます。こちらの世界とテレビの間には場所と場所の関係がございます。致し方ございませんでした。もう確かに他の場所の匂い全然全く感じないクマ。ほんまに繋がってないもようね。重ねて申し上げますが、この世界に閉じこもったのはあくまでマリーの意思です。危険を犯すことを義務とお考えになる必要はありません。あの子もそれを望まないでしょう。どうぞ日常を大切になさってください。それこそがマリーの願いでもあるのですから。では私はこの辺りにて。あ、おい待てこら。あ、じゃねえ、待ってくれ。おい、テレビですね。山小屋にあったものと同型のようです。クマ君が出すものと同じ出口ということでしょう。どうすんのこれから。んなの決まってんじゃねえすか。あのマリーってやつこの先にいるんすよね。シャドウがいて危ねえってんなら
さっさと先進んで本人探すしかねえだろう。待ってください。ことはそう単純じゃないのかも。とにかく一旦ここを出ましょう。このまま先へ進むのは危険すぎます。だな。それにいきなり来ちまったせいで俺ら何の準備もしてないだろう。やるってんならいろいろ準備して万全にしてからもう一回来ようぜ。だーい、もう誰よ後ろから押したの。仕方ねえだろ、8人もいんだから。テレビちっせんだよ。痛いクマ、また頭デコボコしてしまったクマ。おさわりしてみる。しねえっつの。何やってんだか。ほら早く立って、作戦会議でしょ。会議って何すんすか。いや、わかんないけど、いつもやってるじゃん、ね。まあ、意気込みだけだったんだろうな。まあ、里中先輩から切れる作戦バシバシ言われても調子狂っすね。うるさい、超失礼だからそれ。けど正直驚いたぜ、マリーちゃんがあっち側の存在とかってさ。テレビの中の世界っつうか、人の心の世界ってやつっすよね。どうにもしっくりこねっつうか。クマも全然気づかんかったです。はい。いえ、仕方がないでしょ。あちら側の存在なんてそう簡単に説明できるものではありませんから。僕が初めて皆さんにお会いした時と同じことですよ。問題はマリーさんの動機ですね。なぜ彼女は命の危険を冒してまであの場所にこもらなければならなかったんでしょうか。私たちみたいに入れられたならわかるけど、自分からそんなことする理由ってなんだろう。そういや、あの青服が言ってたっすね、失った記憶がどうとかって。取り戻した記憶に何らかのやむを得ない事情があったということでしょうか。あのさ、ちょっと思ったんだけど、あの子のいる世界が閉じ切ったら周りの人の記憶からもあの子いなくなっちゃうんだよね。それって死んじゃうのと同じじゃない。お前それまさか自分でってことかよ。わかんないけど、なんかそんな感じしないかなって。私たちに自分のことを忘れさせて一人で死のうとしてるってこと。自分で自分を消しちゃうなんて、そんな。多分マリちゃんクマと同じクマね。クマも自分のこと何にも分かんなくて不安だった。やっと分かった時も自分がシャドウって知ってとってもショックだったクマ。マリちゃんはシャドウとは違うみたいだけど、気持ちは多分あの時のクマと同じクマ。自分がいちゃいけないって思ってるクマ。そうだね、うん。私ちょっとだけあの子の気持ちわかるよ。本当の自分のこと誰も知らなくて、いつも一人ぼっちで、せっかくあったかく迎えてもらってもどこか自分だけ違うって感じちゃって。私だって先輩たちに会わなかったらあの子と同じこと思っちゃってたかも。俺だって変わんねえぜ。いっつも誤解されてよ、気張って突っ張って本当の自分なんか見せても誰にも受け入れてもらえねえんじゃねえかってビビってよ。挙句んなことしてる自分が自分で許せねえんだ。
くだらねえよな。うん、みんなそうだよね。誰だってどこかでそうやって苦しんでる。ええ、でも僕たちはちゃんと変わることができた。どんなに嫌な自分でもしっかりと向き合って受け入れることができたんです。皆さんがかけがえのない仲間がいたから。うん、今ならわかるよ。もう何も怖いことなんかない。マリーちゃんのこと助けてあげられるの私たちしかいないじゃん。もし本当にあの子がそんなこと考えてんなら、私たちが行って絶対に止めなきゃ。決まりだな。だったらまずはあの世界のことを探ってみようぜ。何もわかんねえより少しでも状況がわかれば俺らも動きやすいだろう。一日使ってみる価値はありそうですね。ではクマ君と口川さんで向こう側の様子を調べてもらえますか。もちろん山小屋のテレビには入らずに、いつもの場所から調査をお願いします。後のメンバーは少しでも休んで体調を万全にしておいてください。向こうの世界にシャドウがいるのであれば戦いは避けられないでしょうから。しゃあやってやんぜ。なんか懐かしいっすね、こういうの。事件終わってまだそんなに経ってねえのによ。はい、久々にリセちゃんと二人きりで鼻クンクンするタイム来た。ぬふふ、この超ウルトラハイパークマッパナがわずかな匂いも立ちどころに嗅ぎ当てるのだ。しかしこの技の欠点は3分経つとおびただしい量の鼻汁が。クマ汚い。おい、本番前にクマ壊すなよ。一応役には立つんだからさ。失礼クマね。一応ってどういうこと。では学校でもう一度集合しましょう。それでいいですね。さすがに寒いな。まあいいや、作戦会議始めっか。ではまず僕から報告を。あちら側に迷い込んだ人間がいないか念のため館内の行方不明者を調べました。結果はゼロです。捜索願いもなしです。どうやら本当にあの場所は事件と関わりがないようですね。あー、ずるい。私らに休めとか言って自分だけ調べ物してるじゃん。とか言って私も稲葉市民頼りとか調べちゃったけどさ、尋ね人欄とか探したけど何もなかったよ。私も仕入れ先やお客さんなんかに聞いてみたけど怪しい噂はなかったよ。俺もだ。職場で聞き込んでみたけど該当ゼロ。おばちゃんたちの情報も侮れねえんだぜ。俺もっすね。前に足洗わした連中何人か当たったんすけど変化なしっす。これだけの人数で調べたのなら向こう側に入った人間がいないのは確実でしょ。肝心なのはクマ君と久慈川さんの結果です。どうでしたか。例のうつろの森ってのがすっごい遠くにできてることは感じるけど、それだけ。マリちゃんの気配とかは全くさっぱり感じないクマね。あの場所結構広いよ。準備なしで入らなくてよかったと思う。うつろの森だっけ。今回も入った人の心が影響してんのかな。だとしたらあの場所はマリーちゃんの心が作った風景ってこと。っていうかうつろの森って名前確か前の戦いでも聞いたよね。僕も気になっていたんです。雨のさぎりという怪物が言っていましたね。
人の欲や嘘を望む心に応えて彼らが生み出した場所でしたか。待った、マリーちゃんの心の風景があの怪物の生んだのと同じ宇都野の森なのか。どういうことだ。だそりゃ、あいつ一体何者だっつうんだよ。彼女を救うのが目的でしたが、それだけでは済みそうにないですね。彼女があの怪物たちと関わっているなら、なおさら調べないわけにはいきません。彼女が何をしようとしているのか、そして彼女は一体何者なのか、マリーさんに会って直接真実を確かめるしかなさそうです。しゃあ、やってやんぜ。あいつが何者だろうと、このままくたばらせてたまるかよ。その通りクマ、クマもやる気で燃えるクマ。むむむ、よし、やったらか。何悩んでんだか知らねえけど、必ず俺らであの子を助けてやろうぜ。クマたち助けに来たらマリちゃんハートにズッキュン刺さっちゃう。どうしよう、クマ心の準備が。お前は下心があんのかないのかどっちなんだよ。大丈夫、私たちならできるよ。見て、あれ、誰かいる。誰？その声、マリーちゃんか。すげえ探したぜ。つか、なんだよその格好、どうしちまったんだ。来ないで。そうだよマリーちゃん、私たち、あなたを迎えに来たの。一緒に帰ろう。帰る場所なんてない。何も分かってないんだね。おめえ、その面。信じらんないよ。なんで来たの？どうして？聞いて、マリーちゃん。どんな記憶が戻って、どんだけ辛いか、私たちには分かんないよ。でも、こんなとこに閉じこもったって、何もいいことないって。おせっかいって分かってる。でもあなたの力になりたいの。本当おせっかい。私が危ないって思ったんでしょ。シャドウもいるし、死ぬかもって。
それでいいの。ここはお墓だよ。私のお墓。君たちが思ってる通り、私はここで死ぬの。うん、先輩の言う通りだよ。そんなの絶対に許さないから。うるさい！何も知らないくせに。マリちゃん。マリーなんて私の名前じゃない。思い出した。全部思い出したよ。私の本当の名前はね、くすみの狼。君たちは戦ったんでしょ。国のさぎりや雨のさぎりと。私はあいつらと同じ町を霧で覆った君たちの敵だよ。マリーちゃんが私らの敵？嘘でしょ？マジかよ。国のさぎりに雨のさぎりっつったら、あん時の。クマも覚えてる。クマ、アタッチーと生タメって人から出てきたやつら。クマね。それがてめえの思い出した記憶だっつーのかよ。そうだよ。人の世界に紛れて、人の意志を感じて、人世の望みをサギリたちに知らせるのが私の役目だから。私だけ人の姿。記憶はなくても体はずっと機能を果たしてた。君らの言葉で言うとスパイってやつだよ。自分でも知らないうちにスパイさせられてたってこと？そんな、ひどい。分かったでしょ。それにね、いいこと教えてあげる。私が死ななきゃ君たちの世界は消える。だからこれ以上来ないで。マリーちゃん！俺らの世界が消える？どういうことでしょう。彼女が足立さんや生ためから出た怪物たちの仲間だということは分かりましたが、彼女が頑なに閉じこもる理由がそこにあるのかもしれませんね。そんなこと言ってる場合じゃないって。あの子やっぱりここで死ぬ気だったじゃん。このまま放っといちゃやばいよ。ええ、どちらにしろこのまま放ってはおけません。先を急ぎましょう。来てくれるの？ありがとう。でもね、ダメなの。もう疲れちゃった。だから終わりにしたいの。ざけんな！それがどういうことか分かってんだろ？んなもん、簡単にはいそうですかって言えっかよ。マリーさん、聞いてください。もしあなたがあの怪物たちの仲間だとしても、自ら命を絶つ必要なんてないはずです。二つのサギリはすでに倒されました。つまりあなたはもう自由だと思う？違うよ。私は君たちとは違う。私に自由なんてないの。言ったはずだよ。私が死ななきゃ君たちの世界が消えるって。私やサギリたちの役割は人の望みを知ることだけじゃない。私たちの本当の役割はね、人の望みに応えて霧を制御することだよ。霧を制御する？おかしいと思ったでしょ。
何ヶ月も霧が晴れないなんて、サギリたちは霧を生み出し、私はそれを取り込むの。人を惑わせてシャドウに変える、あの霧をね。待った。じゃあまさか俺らの町から霧が晴れたのって。そうだよ。雨のサギリが倒されて、君たちの町を包んでた霧は不要になった。そしたら誰かの声が聞こえて、全ての霧が私の中へ流れ込んだの。霧はまだ消えたわけじゃない。今も私の中で暴れ回ってる。そんな、じゃあ霧はただ晴れたんじゃなくて、全部マリーちゃんの中に？心が完全に霧に飲まれた時、私は取り込んだ霧とこのうつろの森を道連れにして消滅するの。私は消えるための存在。それが私の取り戻した本当の記憶。それで世界は救われる。ええ、たとえそれが彼女がうつろの森に閉じこもった本当の理由であったとしても、そんなことは到底承服できません。足りめえだぜ。じゃあなんだ、俺らの世界の平和はあいつの命と引き換えだったってのかよ。なの、むちゃくちゃじゃねえか。だからいなくなったじゃん。あったってしょうがないから、どっちも傷つくだけだから。もういい、もういいの。楽しくて幸せで、もういっぱい私だけの記憶もらったから。君たちが帰らないなら力ずくで帰ってもらう。お願いだよ。分かって。くそ、なんでそうなっちまうんだよ。どうすんだ相棒。分かった。絶対に助けよう。ここで諦めたら何のためにここまで来たんだか分かんないよ。うん、これ以上あの霧のせいで誰かが苦しむなんて絶対にダメ。私たちが最後までやらなきゃ。これ以上君たちを苦しめたくないの。分かってよ。先輩、負けられないよ。私たちの世界が平和だからって誰かを犠牲にしていいわけない。霧を晴らしたのは私たちだったら、最後まで私たちがやらなきゃ。引き下がるわけにはいきませんね。何としてでも話を聞いてもらわないと。私たちだって無関係じゃない。マリーちゃんだけに背負わせるわけにいかないよ。行くよ。それが君たちのためだから。まだわからないの？遅い！闇属性が効かないよ。ヘルソナ！頼むぜ！ヘルソナ！
おとなしくしてよ。いいからもう放っておいて。もう嫌なの。行くよ。なんで向かってくるのよ。私を見捨てればいいだけじゃない。火炎攻撃は禁止。こいつ強い。ないのよ。諦めればいいだけなのに。どうだこの野郎、少しは俺らの話聞く気になったかよ。どうして、どうしてよ。私がどうなっても関係ないじゃん。自分たちだって傷ついてバカみたい。君たちの幸せ傷ついたら、私何のために死ぬか分かんないよ。死ぬなんて言っちゃダメ、クマ。大丈夫、クマ。なんとかなる、クマ。クマだって、ただのシャドウだったクマよ。そんなクマでも変われた。マリちゃんも信じる子だから始める、クマ。信じたらどうなるの。私を助けて君たちの世界は全滅。それでいいわけ。私に生きろっていうのはそういうことなんだってば。バカみたい。借り物が怖くて、消えるのが怖くて、何か思い出せるんじゃないかってすっかりいい気になってさ。ほんと笑っちゃう。思い出したよ。私消えるのが役割だった。こんな記憶なら思い出さなきゃよかった。本当のことなんて知らなきゃよかったよ。マリーちゃん、どうした。そうだ、真実など見る必要はない。知らない方が幸せなんだ。最初から知ろうとさえしなければ苦しむこともないのだから。今の声マリーちゃんじゃない。心が飲まれるってやつか。おい、しっかりしろ。エレナ、帰って。お願いだから帰れよ。君らって最低。ほんと空気も読めない。君たちになんて会わなきゃよかった。だから君のことだって大嫌いなんだ。うん、そうだね。っていうか、ほんと素直じゃない。演技下手すぎだよ。適当なこと言わないでよ。うんうん、適当なんかじゃないよ。こちらの世界は全て誰かの心の風景です。ここもそう。あなたの心の現れだ。墓所としての地形と、それを覆い隠すほどの葬々の花、死への覚悟と、それさえ忘れたいというあなたの思いがこの風景を作り出したんです。ですが、僕らはここに来るまでに墓所には似つかわしくないものを多く目にしました。ジュネスや総裁大学の看板、高台のベンチ、電柱やカーブミラー、学校の机や椅子、すべてあなたが大嫌いだという僕らの町にあったものです。
死んだら墓に入れてくれってやつか。そんな好きなら生きて見に来りゃいいんだよ。ダメだよ、私が死ななきゃ。他の方法？ああ、こいつの言う通りだぜ。必要なのはマリーちゃんが消えることじゃない。マリーちゃんが取り込んだ霧が消えればいいだけだ。無理だよ、そんな方法あるわけない。これ以上時間が経てば霧は私の体を乗っ取って自由になる。そしたらもう自滅することもできない。ただの怪物になっちゃうから。霧に乗っ取られたマリーちゃんを倒すってこと？先輩待って、だってマリーちゃんの体でしょ？戦ったりしたら。そうだぜ。つうかどうなんだよ。わかんないよ。でも今ならできるかもしれない。霧に心が飲まれる前に自分で心を眠らせるの。当然体は霧に支配されるけど、それなら私の心はまだ死んでないから、あとは運かな。霧と私の命、どっちが先に尽きるか。だいぶやべえ賭けだな。どうする？できればやりたくない。でも他に方法がないなら信じるしかないよ。ああ、黙って見てるよか全然マシだぜ。絶対死なせない。友達の命がかかってんだもん。絶対にうまくやんなきゃ。友達。信じるよ、君たちのこと。もしそれで死んじゃってもこのままよりいい。でもお願い、君たちは絶対に死なないで。来るぞ、油断すんなよ。本当に大丈夫クマ？戦っちゃってもマリちゃん死なクマね。マリーちゃんは私たちを信じてくれた。私たちだってマリーちゃんを信じなきゃ。真実なんか知ってどうなる。ゴミクズみたいな自己満足と引き換えに永劫の苦痛と絶望を味わえってのか。いらない、そんなものいらない。苦しみから目をそらして何が悪い。苦渋に満ちた真実より安息の嘘が欲しいんだ。何この感じ。この子、こっちのことなんてまるで目に入ってない。苦痛と拒否、それに拒絶。この子、何もかも全てを拒んでるんだ。先輩気をつけて、普通の戦い方じゃ通用しないかも。マリちゃん、絶対助けてやっからな。ペルソナ！何も見たくない。電撃は効かないよ、気をつけて。Yeah.
行くよ。キリオス力が暴走してる。先輩気をつけて。手当たり次第に吸い込んでるよ。エルトラ、どうなんすか先輩、無事なんすか。まさか、マジかよ、そんな。嘘よ。だってマリちゃん、いやだな、マリちゃんってば、意外とお寝坊さんくま。ほれ、もう起きる時間よ。ねえ、嘘くま、そうだはずないくま。何が悪かったくま。マリちゃん起きて、死んじゃいやくま。離れても良くない？やだよ、まだ離れないもん。離れるのも起き上がるのもマリーには無理、しんどすぎ。ああ！出たよ、こんなんばっかだな。リセちゃんいじる人ってあんまりいなかったかもね。ベイビーちゃんたちの熱い火花に大地も震えているクマ。アホなコメントしてる場合じゃないっしょ。何が起きてんの。
まさかあれか、映画でよくある親玉倒すとなぜか城が崩れるやつか。ごめんね、言い忘れたの。ここ私が死なないなら必要ないから、このままだともう少しで消えちゃうの。消えちゃうのじゃねえ、先言えよ、俺らまで消えちまうだろう。シドー、シドルクマー、とにかく出口、本当に崩れますよ、早く。忘れてたぜ、テレビ実践だよな。前もあった気がすんな、この絵面。本当に君の友達？変な人ばっかり。元はおめえのせいだろうが。テレビが。ううん、テレビじゃないよ、うつろの森が消滅したの。もう存在する意味ないから。やったね、どう？運命変わっちゃった気分は。うん、なんか変な感じ、私生きてるし。そりゃそうだ、俺らそのためにあんなとこまで行ったんだもんな。あの、助けてくれてありがとう。あと、ごめんなさい。な、何？何なのその反応。お前、今ごめんっつったか。言ったね、素直に言った。は？いや、なんか言わなそうじゃん、そういうの。はあ？バカじゃないの？もういい、今の取り消しなしだから、今の。ああ、もう真面目に聞けよ。てか、大体何なの君たち。いっぱい傷ついて私のこと助けに来てさ、そんなの君たち何の得もないじゃん、わけわかんないよ。そうなの？正直私らも迷ったよ、いきなり向こう側とか言われてわけわかんなかったし。でもさ、それで助けないってやっぱ違うでしょ。誰かのせいにして見ないふりしたんじゃ、今までと何も変わんねえからな。マリーちゃんは困ってて、俺たちがそれを助けた、そんで十分だろ。全然わかんない。わからないことが不安なら、これからお互いを知っていけばいいじゃないですか。僕らもあなたにもっとこの世界のことを知ってほしいですし。そうそう、もうすぐちょうどバレンタインだしね。バンレタイン？ん？はあ、やっぱ知らないよね。あのね、女の子が大事な人にチョコをあげていい日なの。まあ先輩は私が予約済みだけどね。予約とか知らないし、ずるいからなしね、予約取り消し。なあ、こんな。早速かよ。まあ好きにやってくれ。ねえねえ、外晴れてるよ。ほんとだ、お洗濯一気にやらなきゃ。腰バッキバキだぜ。な、飯食いかね。いいねえ、もち花村のおごりで。だー、何当然のことみたいに言ってんだ。大丈夫、行こう、みんなきっと待ってる。うん、あのね、霧に体を明け渡した時、誰かの声が聞こえた気がするの。なんだっけな。人間は本当のことなんて知りたがってない、本当は霧だらけの穏やかな世界を望んでるんだみたいな。わかんない。でも覚えてる声、君たちが雨のさぎりを倒して私に霧が流れ込んだ時聞いたのと同じ声。
あれ、違うか。なんか自分の声だった気もする。昔私が自分で言った言葉なのかな。いいや、もうキリなくなったもんね。聞き間違いかも、忘れて。ビビったろ。せっかく晴れたし、雪あるし、こういうのやりたくなんじゃん。ああ、マリちゃんは雪合戦って知ってるか。なあ、グループ分けどうする。うわ、何、ちょっ、投げるんでしょ、雪。間違ってる。わかった、手加減しない。待て、目がマジすぎんだろ。男対女でいいよね、グループ分け。はい、スタート。囲まれスタートじゃねえか。てか感じに熊吉、おめえら沈め、やっちゃえマリちゃん。なんで俺だけなんだ。いやあ、圧勝圧勝。あたしらに挑むなんて10年早いっての。まあちょっとかわいそうだったけどね。でもやっぱり今日のヒーローはマリちゃんでしょう。いや、雪玉女王。性別が違うよ、ヒーローじゃなくてヒロイン。すごい、やっぱり日焼けとか気にしてない。どうだ、見えるか。受けて見えんかも。あれ、カンジ、もっと上クマ、はい、面会。てめえ、クマ、いかん。うわ、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 バコ。あ、見たら懲りずにまた覗きなんぞ。え、うわ、ちょっと待て、てかマリちゃん、電気はダメ。君たちなんて大嫌いだ。